空隊は極めて重要なる任務を持っておるということについては今さら申し上げるまでもないのでありまして、この航空隊の終点幹部たらんとする皆様のご指定が人に下されますことは、お互いに国家のため平和に耐えない次第であります。小さい時から空に憧れた少年たちがその夢を育み、意を決し、海の表しを目指して全国からここに集まっている。これから帰るから、まあ、試験にはうんと頑張って、まあ、入隊できるようにね、はい、そして、うちのことは決しても心配ないから、お国のためにうんと支援してくれね。じゃあ帰るからね。普段の同志は、はい、私の隣村の町航空特務少尉が今度の事件で名誉の選手をされました。ここで私はこの後継ぎをしようと思いまして志願しました。試験が続いて身体機能適性検査と連日にわたって行われる。検査の頂上点は適正検査で、さまざまな徹底した科学的方法で生理的にも将来優秀な航空搭乗員になれるかどうかが確かめられる。こうして入隊試験を突破した者のみがここに憧れの空の少年兵の生活に入る。思いようもない希望と展望の的だった海の表し、その表しに今こそまがいもなく自分がなるのだ。憧れてばかりいた昨日までの日々は遠のく、だが未来もまだ棒立としている。しかしのない軍道も勝手が違って、うまくかぶれたのかどうか不安である。嬉しい、もはゆいようなひとときである。いよいよ明日より猛烈なる地上訓練を受けることになったわけである。お前たちはいかなる困苦にも耐えず、いかなる障害をも乗り返す、自分の目的に向かって邁進しなければいけない。空軍の勢力というものは必ずしも飛行機の数もしくは人の数によって決まるのではない。各個人個人が変革なる軍人精神並びに旺盛なる応援精神を発揮して初めて勝利を得られるのである。お前たちは航空機搭乗員になる前にまず立派な海軍軍人になるつもりでこの訓練を受けなければならない。
関連を通して命名の勝手な考えは踏みにじられ真の軍人精神が体得される。それを耐え貫いた者が初めて自立ある少年兵の生活に入ることができるのだ。開催中なりし国際連盟理事会は名古屋の提訴に基づき立ち入り労働会の審議のうち日本軍はなるべく速やかに満足不足しないに撤退し内戦は
責任を余って予測を違いの日本人法に当たるべきを決議したり。よろしい。次、あなた。はい。我が政府は連盟の意思を尊重し、極力これが実行を図りたるも、いかにせん、長らにこれを実施するの政治と実力なく、その間、持続は世代に積もって、治安を拡大し、公人の不安、平常の姿からなるものあり、どうぞ。遠くから爆弾を投下した場合においては、爆弾は常にこのように飛行機より後方にあるものである。それはどういう理由によると思うか。あら、はい。飛行機は高速で飛行をなしていますが、爆弾は高速抵抗により水平速度が次第に減少するからであります。はい、はい、おい、できた。はい。その B 機は何だ。排水が強すぎ、飛行機もない。それが地震振動電流と反響するからであります。そうだ、はい、そうだな。その津波を調整するとビートが止んで音が出るから、みんな調整しなければ。現在、実際、航空機を燃料として使用せられているものは、直流キャシュー、分解キャシューが大部分であって、天然ガスキャシュー、並びに水素添加キャシューの使用はごく少ない状態です。教育、学術教育、体育を通じて彼らの日々はその優秀な肉体と頭脳を捧げて、操縦であれ偵察であれ飛行機というものと混然と一体となるための格闘である。が自由にできないで、どうして飛行機が自由にできよう。
破する。かれ。クランク軸とプロペラの結合部に焼き付けを使用する。この焼き付けを防ぐために装備するのである。プロペラの装備かれ。よく装備の場合は面ノックを合わせる。で、確実に装備をやる。海軍軍人の魂と航空幹部たる措置ができる。もう羽ばたいてみてもいい頃である。やがて余暇練習生たちのここから巣立つ日が訪れる。日曜ごとに町へ出て彼らのクラブの畳に体を伸ばしたのも、病を仲良く抜笑したのも、やがては楽しい思い出に変わるだろう。ここで受けた教育が生活そのものが心よい指標となってたくましく成長した彼らの体内をめぐる。今ようやく憧れの空に融資するために彼らは操縦に偵察に各々の任務に分かれて各航空隊に向かうのだ。すでに地上鍛錬を終わった元気いっぱいな少年たちが地上練習機の操縦も終わって憧れの飛行機と格闘している。要するに飛行機がこう下がってくる感じ、これを沈めたようが、これが早く分からなければいけない。それから佐藤練習生は、いつも着陸前に速力少ない。はい。中村練習生は誘導コースの回り方が大きな。はい。それから今日は条件が良かったら単独を許してもらう予定だから、単独になったら他の組に負けないようにしっかりやれ。はい、はい、終わり。よし、はい。
操縦機構で前が練習生、後ろが教員である。この練習機は操縦桿や足が連結されていて、電線桿で行き届いた指導が行われる。着陸用意。今のはエンジンの絞りが遅すぎたぞ。今日はだいたい状況がいいようだから一人で行ってこい。一人で行ってこい。これこそ待ちに待った単独飛行である。数々のロープも努力もこのことのためだった。生まれて初めて憧れの空の一点をただ一人で飛ぶ時のこの喜び、実際誰もが声を上げ自ら調子を取って一人歌っているそうである。単独飛行が終わって編隊飛行に進む。まず3機編隊である。彼らの先輩たちは宙返り、横転、中央転、背面飛行、切りもみ、背面切りもみと特殊飛行の猛訓練を行っている。
飛行というものは地味であれば、いやしくも飛行機が行動する以上は絶対に必要な仕事である。特に頼るべき何者もない洋上を数百マイルも飛んで、敵を攻撃し、また母艦に変えることは正確な後方の実施がなくてはできないことだ。これが遠距離になればなるほど、その間天候の変化もあることであり、また暗夜の洋上にでもなればますます難しくなる。お前たちもそのつもりでしっかりやれ。またいかなる天候も制服しうるように、一方では兵器操縦の訓練が行われている。兵器操縦はまずそのような地上演習機の訓練から始められる。後ろの席の覆いをかぶった練習生が操縦しているわけである。雨の中等の虫海でも飛ぶことができるようになる。海の表し、それは何ら目標もない暗夜の洋上を飛び、あるいは果てしない大陸を恐怖して、再び大海の淡く踏みも等しい母艦に帰らなければならない。ここに極めて高度の技術が要求される。として行動しなければならないので、練習生の頃から武漢の甲板に等しい制限された場所に着陸する訓練も行われている。やだらしで、はい、方向第一航路の進路処理第13度33番で半であります。本日の先生、はい、そこに発売の走行路自分の負担を言ってんの。山は1000メートルでありますから、400メートルの左を取り1500で取ります。
戦行動の飛行も必ずこのような飛行機体の移動に始まるのである。そして飛型特徴の障害を突破し、敵戦闘機の妨害を防ぎ、空間を犯して任務を達成しなければならない。今日はその最初の手習いである。本日の卒業飛行は実に見事であった。6ヶ月前、何も知らなかったお前たちがこんなに立派な腕前になったのを見て涙の出るほど嬉しい。これから皆実施部隊に行き、海の荒らしの一員として大陸にまたは海上に活躍するのも遠くはない。ラジオや新聞にお前たちの手柄話が一日も早く聞けるよう、我々教官教員は首を長くして待っている。